皆さんこんにちは、小橋です。ケイタです。え、今日はですね、ケイタと一緒にですね、とある話をしたいんですが、実は先日、先日といってもちょっとだいぶ前になっちゃったんですけれども、とあるイベントにね、2人で参加してきまして、その名も就活ガチドラということで、以前ですね、メインチャンネルでコラボさせていただきましたマネーの虎、チャンネルとしてはね、就活の虎をやってらっしゃる岩井社長のね、やってらっしゃるイベントに参加をしてまいりまして、ガチドラっていうのはですね、どんなイベントかというと、今回僕が参加したものは就活生が数十人いて、で企業さんが5、6社いらっしゃってですね、まずその企業さんの紹介みたいなのがあるんですけど、メインはそこではなくて、その学生さんがですね、1人1分でしたっけね、プレゼンをすると。で、実は知らされてなかったんだよね。で、知らされずにそのプレゼンを1人1分やって、数十人いるんで、結構時間はね、かかるんですけども、本当にこう、みんなアドリブでわーって話して、で、その、企業さん側が、この人いいなみたいな人をですね、そのドラフト、だからガチドラってガチンコドラフトなわけですよ。ドラフトみたいにして、じゃあ、1位指名この子みたいなね、2位指名この子みたいな。で、こう被っちゃったら外れ1位みたいな、まさにこう、岩井社長も野球大好きなんで、中日のね、大ファンというふうに伺ってますけども、僕も野球結構好きなので、野球ファンとしてはなんかこうニヤニヤしちゃう。ね、君もね、野球部だったからね、イベントだと思うんですが、そういうのがありまして、で、今回ですね、僕は見学者ということで、後ろの方の席で見学して、なぜか一回登壇して喋ったんですけど、いきなりなんか、岩井社長に、小林さんって言われて、何みたいな、キャッシュレス TV の小林さんですみたいな、どうもみたいな、なんだよみたいな、そう、お前なんだよって思われたと思うんですけど、話して。で、ゲータ君はですね、まさに学生側として、プレゼンをするというか、1分間トークをしてきたということで、その感想についてね、ちょっと話してみたいと思うんですね。で、そのガチドラがどうのこうのっていうよりもですね、やっぱりこう、就活のイベントって今多いんですよね。で、昔、例えば僕らの時代とかだと、ないことはなかったけど、ほとんどがその就活学年向けなわけですよ。例えば、今この動画出すの多分4月だと、4月、5月だと思うんですけど、この動画で出してる頃だと、まさにだから4年生とかが就活シーズンでしょ？そうするともう4年生向けのイベントがほとんど。で、一部の例えばめちゃくちゃ選考が早いコンサル会社とかだと、5月とかぐらいに、その3年生向けの、とか M1 の方向けの説明会が始まるかどうかみたいな、そんな感じなんですよね。だけど今、例えば1年生とかでも行けるイベントとか、2年生でも行けるイベントとか多いじゃないですか。ね、だからそういったこう、時代の変化もあるし、あとはその説明会とかっていうのもすごくこう、アレンジがされるようになってきて、で、まさにガチドラなんてすごい面白いイベントなんですけど、昔で言えばね、本当、つまんないって言っちゃったらよくないんだけど、ブースがいっぱいあってね。で、じゃあ、この会社は、例えば、じゃあ1時半から、次が2時から、次2時半から、みたいなの決まってて、じゃあ次〇〇会社の席に座って話聞こう、みたいな。で、ブースの前にね、席が10席ぐらいあってね、そこに座って話聞いて、で、ちょっと立ち見が出たら、おすごい、みたいなさ、そんな世界だったんですけど、今はもうちょっと時代も変わってきてて、そういうイベントがないわけじゃないんですけど、変わってきてることで、実際に参加したケイタ君に、感想とかをね、聞いてみようかなと思うし、場合によっては僕の意見もね、入れていこうかなというふうに思うんですけど、参加するしてどうでしたかって、ぼやっと聞いても難しいと思うんで、やっぱ急に1分間話すって、これやっぱすごいレアじゃないですか。で、イベントで学生側に、段の上で喋らせるって、聞いたことがないじゃないですか。はい、どうでした？やっぱ緊張しました？そうですね、緊張はするかなというふうに思ったのですが、4、50人を目の前にして登壇した時に、でもいつも3万人ぐらい相手喋ってなかったっけっていう思考になりまして、おそらく他の人よりは緊張しなかったんじゃないかなというふうには思いますね。別に彼ね、自分のインターン生だからよく言うわけじゃないけど、もちろんもっとこなれてる子もね、いましたけど、結構こなれてたかなとは思ってて、でもやっぱり普通の子とかってさ、テンパるじゃないですか。僕がもし学生で、もしその状況だったら絶対テンパってたし、実際にこう見ててね、もう明らかにテンパってるなって思いたじゃないですか。で、やっぱりでもそれもね、だからリアルなまだ就活じゃなくて、イベントだからいい経験だと思うんですよ。あの時俺喋れなかったなってなったら、じゃあ今度自己紹介ちょっと考えとこうかなとかね、思うきっかけにもなるので、良かったと思うし、ただ、今回1個ポイントがあって、言っちゃいけないことがあったじゃないですか。覚えてます？はい。
学歴は言っちゃダメなんですよね。そうなんですよ。だから例えば、はい、あの慶応大学のね高橋ですとか言っちゃダメだし、はい、まあ、僕が出たとしては東大がどうこうとか言っちゃダメなんですよ、はい、だからみんな例えば、まあ、サークルはこんなことやってますとか、はい、まあ、ちょっとぼかすというかね、何学部というよりは丸々経済の勉強をしてますとか、はい、ね、外国語を結構やってますとか、まあ、そんな感じで皆さん話されてて、どうです、その学歴を言わない、そのまあ大学名を言わないっていうのは、はい、なんかこう話しやすかった、それも話しづらかった。そうですね、まあ、僕は、まあ、正直少し言ってしまったんですけれども、うん、学歴なしで話すってのはすごい就活イベントで斬新だというふうに思うんですね、うん、まあ、そういった中で学歴を取っ払って自分をこう出していくっていうのは非常に難しかったですね、うん、そうですよね。というよりもなんか別になんか東大がいいとか慶応がいいとかじゃなくて、うん、はい、自己紹介するときにさ、例えばなんとか大学の小林ですとか言っちゃうじゃない。そうですよね、そう、もう、はい、慣れきっちゃってるから、はい、何の小林って言えばいいのかな何の高橋って言えばいいのかなみたいな、まあ、そこの混乱が、はい、もしかしたらあったかもしれませんね、うん、まあ、なんだけど、まあ、結構まあちゃんと話せてたと思うし、で実際に、まあ、ドラフトをこうしていく中で、はい、まあ、選ばれてる人いたじゃないですか、はい、まあ、実は彼も選ばれたんですけど、そうですね、そうそうそう、一応ドラフト2位でね、はい、選ばれて、なんかこう景品ももらってたんだけど、まあ、役得でいいですよね。どうでした、やっぱりこう1位の人ってなんか特徴とかありました、こう見てて。そうですね、まあ、僕が感じたのは、まあ、もちろん話し方も上手い方多かったですし、うんうんうん、何よりもこう1分間っていう時間をすごくうまく使えているなというふうに思って、うんうん、まあ、多くの人が結構足りなくなってしまう方が多くて、はい、まあ、40秒から45秒ぐらいで終わってしまう方が多かったですし、まあ、僕も少し甘かった部分は、まあ、おそらく1分に収まらなくて、まあ、1分10秒、1分20秒ぐらいかかる話をしてしまっていたのですが、1位に選ばれていた方々は、まあ、結構55秒から1分の間くらいのすごいこう、うん、まず1分っていう時間をすごい意識されていたなという点がありますね。他にも数字、実際にこう具体的な数字を出して自分が何をやってきたのかっていうのを示している方が、まあ、非常に強かったなというふうに思います。そうですね、例えば自分でビジネスをやっててこんなことやってますとか、はい、数字を元に言える方とか、やっぱりこう自分がねやってきたことを数字で示すっていうのはやっぱインパクトが強いですよね、はい、で必ずしもそれがなんか社会的にものすごいことでなかったとしても分かるじゃないですか、はい、あ、この人はこういう人なんだっていうのが分かるので、やっぱりこう自己紹介の中でうまく数字を使っていく、アピールしていくってことは、まあ、大事なんだなと思ったし、そう、時間のことがねやっぱ面白いなと思ったんですよ、うん、そう、僕ね後で話すと思ったんですけど、ちょっと言われちゃったんで今話すけれども、はい、やっぱり興味深かったポイントとしてはですね、やっぱ多くの方は1分を話せないんですよ、うん、僕なんかはもうこういう YouTube もやってるし喋り好きなんで1分って言われることが厳しいのね、ね、1時間って言ってほしい。いや、それはそうだけど、そう、1分は結構厳しいんですよ。言い切れないな、みたいな。なんだけど、普通のね、やっぱ学生さんとかは、やっぱ話すことが少ないじゃないですか。だから1分って言われても、結構30秒で終わっちゃうことがね、うん、いましたよね。うん、で、なんか岩井社長にね、あの、1分間残り使い切れるように頑張ってって、こう、まあ、応援してもらったりしながらね、皆さんやってましたけども、やっぱり1分使い切るってことが難しいんですが、まずね、多分ファーストステップそこなんですよ。で、次のステップは、その、まあ、彼もそうだけども、話し慣れてくると言いたいことが増えるんで、1分に収めることが難しくなるんですよね、はい、うん、そう、で僕もそこだと思うんですけど、でさらにまあ上手な子だとうまくそのね、50何秒とかね1分に収めてくるということで、まあ、皆さんもね多分その1分で話す練習、まあ、よくエレベータートークなんて言ったりしますけれども、自分が言いたいことを要素にまとめて簡潔に1分とか、まあ、場合によっては30秒、場合によっては2分ぐらいでまとめる練習をしておくと非常に就活にも役立つんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんなわけでですね、今回はまあガチドラに行ってきましたよという話なんですが、まあ、どうですか、行ってよかった。そうですね、うん、まあ、僕は21卒なんですけれども、うん、まあ、20卒の先輩方が非常に多くてですね、うん、まあ、あの勉強になるところも多かったです。はい、まあ、21卒ということがバレたということと、もう言ったっけ動画で。え、全然僕言ってます。あ、言ってるか、はい、そうか、まあ留年したらじゃあそれは21卒になるとそうですね、そうそうそう、まあまあどうでもいいんだけどね、まあ感じでございますが、うん、まあそういうことでね、またガチドラまたやるらしいですね。はい、ね、なんかこうちょっとまだあのいつか分かんないですけど、またやることになったらもしかしたらあのうちのチャンネルでも少しねお知らせするかもしれませんので、まあでもぜひね、あの就活の虎チャンネル、岩井社長のチャンネルを、まあ、ご覧いただければというふうに思いますね。まあ、最近はなんかあのマネーの虎とかなんか始まるらしくて、なんか激アツだなと。あの別に宣伝じゃないですか、ね、これあのサブチャンネルで言ってて、あの宣伝ではなくて、あのイベントにね参加させていただいて、正直彼がねあのドラフトにかけてもらっちゃったんで、はい、まあ、そのちょっとお礼もあってあのまあでも普通にこの話したかったんで、僕ね就活のイベントの話なので、また
まあ、他にもね、別にガチドラだけじゃなくて、なんかイベントとかがあって、はい、まあ、僕が見学できないとちょっと喋れないんだけど、見学してもいいよってものがあればね、はい、あの、まあ、ちょっと2人とかで行ってきて、またね、動画に撮りたいなというふうに思っております。はい、というわけでね、本日のサブチャンネルは以上です。まだチャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、僕 Twitter やっておりまして、概要欄に URL ありますので、ぜひフォローお願いいたします。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。